日のよろっこ。頑張れ頑張れプレーボールよろっこイエーイ。1週間の先発と投げて1週間あるね、あるじゃないですか。あの時間がちょっと嫌だったんですよ。ああ、その期間が、はい、もどかしいのと、うん、打たれて1週間って。ああ、分かる分かる。勝てばな、はい、まだ強いんですけど、はいはいはい、その時先発やっても全然ダメだったので、うん、中継ぎ入って次の日取り返せるかもっていう、あ、同じチームの人たちが試合やってるのに僕も投げたいっていう、なんか毎日何かしら出たいっていうのが昔からあったので、すごい真面目だね。すごいなんですか、大体サボりたいと思うからね。ひょっとする人はですね、もう投げたくないとかね。投げたい派です。だからそんだけすごいよね、うん、え、この時監督誰？最初入った時が野村健次郎さん。あ、健次郎、はい、それでその後が、うん、メグ、そうです、尾形さん。尾形やな、うん、で、尾形は何年やったんや、監督？5年ぐらいやりましたよね、はい、はい、うん、健次郎さんの後ついて。健次郎さ、YouTube で出てくるだけよ。はい、メグは、いや、僕は出ません、どこも出てないみたい。ああ、そうなんですか、うん、僕どこにも出てないんで、うん、うん、大手言ってたもん。どうや YouTube、 いや僕どこにも出てないんで。健次郎さんはもうほんと一人喋りぐらい全く違うよな、性格が。吉井さんが怖かった怖かったっつってですねそのあれを時を取り戻そうと1時間半喋ってくれましたよね、健次郎やな、モノマネ付きで。そう、辰川さんのモノマネずっとやってましたびっくりした。いや、健次郎こんな喋るのかと思って。そうですね。じゃあ尾形が一番長いんだ。そうです、はい、この3連敗した時に尾形やもんね。はい、そうですね。そうだよね。あの時フル回転じゃないですか。フル回転すごいもん、うん、ホールド22、17、13、試合60、57、68で半分投げてるね、うん、はい、すごい。43すごいっすよ。肩言いました。そうですね、肩と腰が多かったです。あ、腰、はい、おー、あー、まあそれだけ投げればですね。投げればな。10年超えたってことはバッチもらったよね。もらいました10年バッチ。へー、リーグからね、はい、俺どこ行ったか分からない。まあ聞いてたら色似てますよマジでふと思い出した。あ、そういえばバッチあったらどこ行ったかな。もうないないない、こんなこと言っちゃいけないけど、やっぱこのぐらいのバッチなんで、はい、どこ行ったかね。なんで球場入れるんだよな、はい、あれつけてると入れます。へー、うん、OB で充電バッチつけてると。それ探してくださいよ、どこでも行けるじゃないですかいやいや WBC、 いや、そこは違うか。ダメだ、取材ですとか言ってあの、こうつけて、そうそう、カメラここにここ頭にカメラは一人つけて、フルつけて、どっかのなんか違う、なんか知らない、秋田テレビかなんかなんで秋田だ、わかんないや。あ、そうですね、あ、もらったんじゃない。はい、うん、で、そういうのあるの。すごい投げてるもんな、この。毎日投げたいんですか。そうだよね、できるか。楽しかったろ。楽しかったですね。そうだよな、はい、いや、でも毎日ですよ。でも野球選手ってやっぱ小さいから楽しいから野球やってんだもんな。そうですね、はい、もう大谷見てどう思う、大谷選手。ちょっとよくわからない。そうやろ、はい、今身長いくつなの。僕が83、183です。大谷190ちょっとでしょ。大谷選手は190、でかいもんな。でかい、野村君もでかいじゃないですか。うん、さらにですよ。びっくりするよな、180いくつもでかいのに。でも本当ね、なんだろう、こう野球が好きだって感じやね。うん、ですよね、うん、で、やっぱり当時見ててそう思いました。そうだね、うん、で、楽しい時期あるもんな。そう、楽しい時期と嫌な時と。そうですね、まあな。で、やってる中で途中で大瀬良投手が入団してくるわけじゃないですか。はい、あの田村君がこう、なんかいいじゃないですか、田村引いて大瀬良君が入ってきます。そしたらなんか当時のニュースから、ね、今村君の新聞が大瀬良君の部屋に貼ってあって、うん、この彼が目標でとか言われてましたよね。ニュースで見ましたよ。結構ね、選手するの見てないから。そうですね、うん、そういう時間ないですね。ないな。
どうだったですか、大瀬良さん、大瀬良投手が入団してきて、はい、やっぱり似た2人としてやっぱつるんでたんですか。そうですね、入ってからはほぼほぼ一緒にいました。先発と中継ぎがあったんで顔も似てるし、顔も似てるし雰囲気そこなんでかっぱそれ嫌じゃろ。最初は嫌だったんですけど、それで覚えてくれた方も何でも出てましたね。いたのでカッパルさん兄弟って、あ、確かに似てるなみたいな愛嬌あってですね、うん、あ、そっか、大瀬良大学行ってるのか。そう、共立大行ってました、はい、あ、そっからですからね。4年違うのかな。4年違いますね。仲良かった。そうですね、仲いい、未だに仲いいです。あ、そうなんだ、はい、同級生なのね、はい、俺たちは違ったからね、同級生仲悪かったからね。あ、そうなんですか。1個下持ったら仲悪かったからねこれ有名な話だもんね一番の俺は辰川さんとも仲悪いって言われてたんだけど、はい、実際そうでもない。辰川さん一つ上なんですよね。はい、蹴飛ばしてるから、辰川さんを、うん、揉めてるから一丁揉めてるんで、で、ショートも蹴飛ばしてるからそれもある、ね、今も仲良くて仲いいんだけど、 YouTube 出てくれて、そこから2人で毎月仲良くトークショーしてトークショーしてますよ一番悪いのは、はい、ヒットって、はい、めっちゃ悪いの、悪かったよ。一つ下、うん、内野の要とやっぱり投手の要で、うん、あ、ペンは一緒にやってるのか。いや、かぶってないです。かぶってないんだ。はい、コーチはかぶってない。おお、すごいピッチャーだったみたいです、ね、でも話したことある。あります。そうだろう、はい、怖くなかった。あ、まあ、そうです。僕、はい、大丈夫。優しかった。優しかったです。おかしいなぁで、ほんまピッチャーのエースや、はい、で、野手で俺二人で行ってるわけやんか。めっちゃ仲悪かったよ。これ、有名な話ない、うん、みんなが、内野手の方たちがもう、また始まったって始まってはいないけど話すことがないからね、全く。牽制に入られてなかったって言ってましたよ。いや、ペイはあんまり牽制好きじゃないもん。大野さんは大嫌いですね。で、ペイはファースト牽制するときに足だけ外すんやった投げないよ。で、ショートや、投げろや投げろって思ってたわけよでも自分の仕事をする、自分の仕事はちゃんとしたからね。ペイもね、ちゃんとしてて、で、よそのチームにバレるわけ、仲悪いのかな。そうすると、向こうのベンチからペイが投げてる時にショートだーショートだってやじられるわけよで、俺もエラーする気ないのに、そうですよね、だん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 意識するやん。俺、エラーするやん、ほれ見ろーって言われるよ多分ペイも相当カチーン来たと思うよ。あ、わざとエラーしたってね。うん、そんなこと絶対ないけど。ないですよね、野球だから。でもさ、一回トークショーしたことあるの、まだペイが元気だった時、うん、何年か前、うん、病気になる前ね。だから話聞いてたら、気強い、やっぱ。ああ、やっぱあのぐらいじゃないとエースって成り立たんと思ったな。うーん、マジで。そうですよね、すごいもん。すっごいコントロールだったんでしょ。すごい、抜群、うん、本当にもうインサイド、アウトサイド、もうすごかったね。だから今、今年の目標は辰川さんとペイだったね。ああ、 YouTube、はい、で、辰川さん出てくれたから。あと、ペイがさ、今体悪いやん。それで、ちょっと文句からやったら元気になって YouTube で文句言ってくれっていう感じよね。そうね俺チューンだろ、チューンだろ、ペイに会うたら一つしたらチューンだろでも今村君もシュート武器ですよね、東野さんに。ああ、そうですね、うん、ぶつけたら。そういう人たちが面白い人がたくさんいた。気がありますよね。で、名前がないけどそんなピッチャーたくさんいたからねでもさ、29試合の記録持ってるやろ、はい、記録ってこれからやめた時に。
本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしく。